熱中症に警戒をしてください。週間予報、西日本です。明日以降も西日本は広い範囲で雨が続きそうです。これまでの大雨で地盤が緩んでいます。土砂災害に引き続き警戒をしてください。また30度以上の真夏日が続く予想です。大雨の被災